動物日記。朝からご機嫌なティアです。仕事をしようとしている編集者の足の上にいます。でも編集者の部屋のゴミ箱を漁ったり、大事な書類をカリカリしたりするので、よく怒られています。そんなティアは食べることが大好き。基本はキャットフードですが、それ以外にも多分何でも食べます。僕たちが目を離した隙にテーブルにあるパンを食べちゃったこともありました。編集者からじゃがりこを奪った事件もありましたね。あと、これは予想ですが、バーバからもいろんなおやつをもらっていると思います。食べ物の中でもティアが大好きな2つを、今日はウーバーでティアに届けたいと思います。ウーバーイーツです。お届けに参りました。リンゴです。ティアはみずみずしい食べ物が大好きなので、リンゴも大好きです。でも糖質が高いので揚げすぎ注意です。ティアは手を使って上手に食べています。ただとっても大胆なので、食べた後の水拭き必須です。食後の運動は編集者のお腹ホリホリです。ズボンを下ろしておへそを探そうとしています。ホリホリ継続中です。ウーバーイーツです。お届けに参りました。キュウリ、みずみずしさ代表です。キュウリはチワワのコタロウも大好きです。3歳児も大好きです。美味しそうに食べてくれて、ウーバー配達員としても嬉しいです。またのご利用お待ちしております。ご満悦のティアです。寝るんかい。そして白目かい。チャンネル登録お願いします。